ニッケルニッケル合金は合金のうちニッケルを主体とするものである。大気中で摂氏500度以下で安定するニッケルの合金は耐熱性が高いため水や炭水などの耐食性にも優れている。免震立方講子の結晶構造であり磁気変態点、強磁性体から常磁性体へ、あるいは常磁性体から強磁性体への変化する磁気変態の温度は セ三百353度である。ニッケル合金は様々な用途に使用される。典型的なのは硬貨の原料であり、日本の50円硬貨、100円硬貨、500円硬貨は銅合金とニッケル合金が使用されている。その他、丸棒や六角棒、ワッシャーなどの工業部品にもニッケル合金が使用される。ニッケル合金は主にニッケル銅合金や、 ニッケルクロム合金、ニッケル鉄合金などの種類に分けられる。ニッケルクロム合金はさらに、インコネルや、ハステロイなどの種類にも分けられるが、電気抵抗合金や耐熱合金、耐食合金などとして使用されている。電気抵抗合金は、電気抵抗体などに用いられ、耐熱合金は、ロケットや航空機、原子炉などの部品などに使用されている。また、耐食合金は、 公害対策や肺炎脱流装置などに用いられる。ありがとうございます。